原駅の目指せ白馬くん、うっすい方のね、はい、イエイ、ありがとうございます。はい、ここのところずっと刀にまつわることわざ話してきました。はい、はい、まだまだ皆さんが耳にしていながら、実はそれ刀の話だったってのは知らないようなことあるので、ちょっとお話ししていきます。はい、まあ聞いたことあるし刀の話だなって分かってる人もいるとは思うんですけども、はい、まず切羽詰まる、切羽詰まる、はい、はい、切羽詰まる、このお話、言葉なんですけども、はい、まあ耳にはしたことありますよね。はい、大体どういう意味で使います？ギリギリに曲を書かなくちゃいけない時にもう今日書き始めないと無理っていう時に使いますね。はい、そうですね、僕の場合。うん、いや、はい、でもね、あの正解です。正解ですか。もうここでやらないとニッチもサッチもいかない、はい、っていうようなことなんですけど、はい、まず切羽というのは実は刀のこの位置、この金具のことをこれ切羽と言います。今そう、あの映像出てますね。はい、はい、これがそうです。この切羽、なぜこれが切羽詰まるなのか。例えばこの切羽がゆるゆるだった場合、この金具っていうのは実はこの鞘の濃い口と刀を固定するための金具なんですね。はい、これによって刀は鞘の中で中空浮いてる状況になるから、刃自体に傷がつかないようになっている。はい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 、これがゆるゆるやったらもう鞘の中で刀はガタガタ暴れるし、しかもこの鞘もカチャ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 鞘鳴りがしてとても鬱陶しい状況になります。はい、まあ、時代劇どこではこのチャラチャラ言うてんのがいいみたいなね、やってますけど、本当は良くないんですね。いい刀っていうのはこの完璧に鞘をこうやっても音がしない、これは切羽が詰まってる状況です。鞘もこれぐらいしか収まりません。はい、じゃあなぜこの状態、これを切羽詰まるというかと言いますと、まあ切羽が緩いと、このさっきも言いました、鞘がカチャ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 左右に振られたりするわけですよ。はい、余裕があって、はい、うん、じゃあ逆に詰まったらどうなるのか。鞘がニッチもサッチもいけないですよね。動かないですもんね。うん、はい、右にも左にもいかない。はい、で鞘に収まっている時も刀自体がニッチもサッチもいかない状況です。うんうんうん、でこの切羽が詰まっている状態をもうどうしようもできへん、今何の余裕もないっていう状況のことに当てて言うようになったんですよ。はいはいはい、だから、この切羽が詰まってる状態っていうのは刀にとってはとってもいいことなんですけど、人間に合わせた時にちょっと逆の意味になってしまう。なるほど、ちょっとネガティブな、そう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 、ね、はい、ということなんです。知ってました？分かんないです、うん、今初めて。そのよく使いますけど、切羽詰まるですよね。はい、うん、だからいい意味なんですよ、刀にとってはね。あ、でも人間にとっては良くない意味っていう、これ面白い使い方の、ね、逆です、ね、はい。さあ、もともとなんかいい言葉だったっていうわけではないですよね。まあいい言葉というわけではないですね、確かに。うん、ああ、なるほどね。うん、もう切羽詰まった、行くしかないとかね。はいはいはい、うん、逆の取り方すればネガティブからはね、あのポジティブに変換はできたでしょうけど、はい、そういう意味でした。はい、はい、そしてもう一つは反りが合わない。はい、反りが合わないって使ったことありますよね。はい、ありますね。どういう時に？僕と地頭さんの反りが、うっそ、それリアルな話いやいやいや、違うんですよね。結構仲良しだと思ってますけど、はい、うん、そうそう、まあ意味としてはそういうことですね。じゃあこれ、はい、刀でいう反りとは一体何なのかと言いますと、このだいたいよく見たら分かると思うんですけど、曲がってますよね、日本刀って。そうですね、まっすぐじゃないですもんね。うん、うん、まあ実はそのまっすぐに作られてるのもあるんですけど、時代の流行りとかがあって、はい、はい、うん、この曲がっている、湾曲しているこれを反りと言います。はい、じゃあその反り、これが合う合わないどういうことなのかと言いますと、刀にはそれぞれ鞘があります。はい、収める、はい、これ鞘ね。はい、この鞘っていうのは実は刀刀身に合わせて一つ一つ作られます。というのは刀鍛冶が一本一本打つわけですから、全く同じっていうのはまあまあ難しいんですよ。なんで出来上がった刀身に合わせてこの鞘を作るんですが、つまりこの刀専用の鞘いうことです。これを収めるとき反りが合ってるから綺麗に最後まで収まります。はい、じゃあ例えばこの鞘を別の刀の鞘を使ってみます。うん、そうするとほら、ここでもう入らない。あ、というのはなぜかと、なんですね、そうそう、もうここで止まっちゃってる。はいはいはい、で刀刀身自体が鞘の中でどっかに引っかかってるわけなんですけど、はい、これが反りが合わない状態ですね。あ、なるほど。うん、鞘の反りと刀身の反りが合ってないから入らない、つまり反りが合わない。うん、
その刀専用の鞘だと反りが合ってるから綺麗に収まる、うん、これが人の性格というか人の相性として使われたわけですね。それが反りが合う反りが合わないというとこです。そういうことですね。まあこの話ちょっと膨らますと、実はこの刀っていうのはですね、全てを一人の職人が作ってるわけじゃないんですよ。パーツごとに、そうそうそう、はい、刀身を打つ刀鍛冶、はい、鞘を作る鞘師、はい、でこの金具を作る人たち、うん、まあ、芋の師っていう人もいれば、この鐔自体は実際に叩いて作る方もいるし、この塚巻きを作る方も巻く方もいらっしゃるし、その一つ一つがもう別の職人さんなんですね。これは刀に限らず日本のそういう製品っていうのは昔からそれぞれパーツごとに作られていました。鉄砲鍛冶って言われる人も、その鉄の筒あるじゃないですか、あれを作る人、それから木材の部分、この持ち手とか、ストックっていうところですね、英語で言うところのを作る人たち、そういうのを全部本当別々やったんですよ。っていうのはその技術をよそに盗まれにくくしてた。一人だけ盗まれちゃう、一人で全部作ってると、その人盗めば他でも作られちゃうでしょ。なるほど、そうですね、そうなんで、そういうふうに細分化されてたっていうこともあるんですって。じゃあいいチームじゃないと、総合的ないいものはできない。ああ、そういうことになったでしょうね、きっと。あるんでしょうね。ね、うん、そういう意味ではパンジャーボンバーズはそこにつながるわけですね。はい、まあ、ちょっと反りの話もさせてもらって、本当はもう一つしたかったんですけど、はい、ちょっと時間が長なってしまったんで、はいはい、またの機会に話させていただきます、はいはい、別に伸ばしたわけ違いますよ、はい、まあ、薄いですけどね、はい、ではまた次回、紫藤大樹の目指せ博学校でした。